ダチョウの初ユッケ風たたき。材料紹介です。ダチョウの初 200g、 調味料群、おろしニンニク小さじ半分、コチュジャン小さじ半分、蜂蜜小さじ1、ごま油小さじ1、醤油大さじ1、いりごま適量、ネギ適量、卵黄1個、大葉2枚。ハツを解凍し、水につけて20分ほど置いてから半分に切ります。水気をキッチンペーパーでよく取ってから、まずは油の面を下にして中火で焼きます。全面に焼き目がついたら弱火で面を変えながら5分程度焼きます。5分後火を消してまな板の上で休ませておきましょう。肉を休ませている間に調味料群をすべて混ぜ合わせます。ハツの粗熱が取れたら、まず薄切りにしてから棒状にカットします。棒状にカットしたハツを調味料群を混ぜ合わせたものに入れてよく混ぜます。お皿に大葉を2枚敷いて、中央にハツを盛り付けます。ハツの中央に卵ポケットを作り、卵黄を乗せます。最後にネギとごまを振って完成です。ダチョウのハツを使った簡単レシピです。これまでにない韓国風の味付けもまた食欲をそそります。低カロリーかつ高タンパクなダチョウのユッケをご賞味ください。